放射文庫、名古屋市放射文庫は愛知県名古屋市東区、徳川町の徳川園にある、尾張徳川家の旧蔵書などの文献資料を所蔵する公開文庫。1616 16年に名古屋城内に設けられた道家の書物庫、五文庫を起源とし、1912年頃、徳川義地下により、放射文庫と命名。1950年に名称と蔵書の一部が、 名古屋市に売却場とされ、1978年以降は、名古屋市博物館の文館として、書籍の収集、保管、一般公開を行っている。2016年現在の蔵書数は、約11万点。放査文庫は、1616 16年、徳川家康の死去に際し、家康の旧男で、尾張徳川家初代の徳川吉直に、 約3000冊の蔵書が分与されたことを機に、名古屋城内に創設された五文庫を起源としている。この文庫は、吉直の決して門外不出とすべからずとのことに基づき、江戸時代から公開されていた。元織の長が古事記伝執筆の際、資料を閲覧するために利用したという話もある。その後、歴代の終わり藩主によって蔵書数が増えていき、 幕末期の蔵書数は約5万点と推定されていたが、明治維新後の混乱期に約3分の1が流出した。1912年頃、尾張徳川家の第19代当主、徳川吉親により、放射文庫と命名される。吉親は、放射文庫の蔵書を整理し、1931年12月、財団法人尾張徳川黎明会を設立して、同財団に、 終わり徳川家伝来の重宝や美術品とともに文献資料を寄付した。このうち文献資料約10万点は、1932年に財団の施設として東京府高田町増市ヶ谷に改装、新築された放送文庫に移され、1935年から一般公開されることになった。しかし開館50年足らずで、戦争のため休館することになり、後に名古屋市に移管されるまで、 放射文庫は閉館したままとなっていた。1950年に戦後の社会的混乱、経済的困窮を背景に放射文庫の名称と蔵書、資料のうち約6.4万冊は徳川霊明会から名古屋市に売却上と移管された。この時、反省に関する文献資料は同年に放射文庫から分離独立した徳川林生史研究所で別途保存。 研究、公開されることになった。1951年以降、放射文庫は、名古屋市が管理する徳川園の敷地内に設置され、一般公開が開始された。1978年に、名古屋市博物館の開館に伴ってその文館となり、2016年現在に至っている。蔵書の大部分は、和漢の古典や古文書、小江尾張藩、尾張徳川家関連の資料で、 重要文化財の、俗日本記、自中軍用、生民用術、河地本、源氏物語、論語集言などが含まれている。2016年現在の蔵書数は、尾張徳川家伝来の古書など、約11万点で、古地図などの絵図2000枚以上が含まれる。名古屋市所有、交差文庫保管の重要文化財は、以下の通り、ありがとうございます。